はい、6月23日、新木場大会で、一度は流れた高橋真奈選手とのパシフィック情熱チューニアマッチが決まりました。はい、お願いします。いや、ついに来ました。そうですね、怪我をして一度流れてしまって、すごい残念で残念で悔しくて仕方なかったんですけども、やっと私の番が巡ってきました。七井さんには、七井さんとは、七井軍団の一員でもあるし、まあ、七井さんに憧れて七井軍団に入ったっていうのもあって、七井さんの上腕二頭筋、上腕三頭筋が好きで七井軍団に入ったのもあります。変ですねこれ。七井さんに本当に選手としてもプロレスラーとしても人間としても本当に尊敬しているので、七井さんにこの私の気持ちをぶつけていきたいと思います。七井さん、それから七井さんの試合を通して高橋七井という選手を体感して、もっともっと強くなりたいと思います。で、情熱注入の結果によって、その大阪で開かれるタッグ王座出場できるかどうかがかかっているので、そこで情熱的なパッションを見せて頑張りたいと思います。その第一戦が、次の6月23日新木場ファーストリング12時ゴングとなります。ぜひ皆さんいらしてください。待ってます。パッション。